今年も、1月の第4日曜日がやってまいりました。いつものこちらに伺っております。早速ご紹介したいと思います。既存の医療と宗教を必要としない世界を目指し、魂の医療を実践する地球人進化クリエイターことドクタードルフィン松下大志先生のところにやってまいりました。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生また素敵なご本が出ましたね。はい、今月の16日に出版されました、はい、ちょっとタイトルをご紹介したいと思います。首の後ろを押すだけ脳が万病を治すということで、宝島社から A4 サイズの大きな本が出たんですよね。はい、これはですね、はい、私が毎回ラジオでお話ししていることなんですけど、とにかく健康で幸せになる人間の最も大事なこと、はい、これは神経の流れを良くする、はい、ここに限るんですね、はい、でこの実際に皆さんが行う方法を分かりやすく、はい、最新の情報を 満載して、はい、そしてお伝えするという本になっております。やはりこう本って、はい、まあ、読み物として読むのもすごく大事なことですけど、はい、大型本の場合はカラーだったり、はい、図解がくっついてたりすることで、はい、より分かりやすいじゃないですか。だから皆さんの人生のお手元に一冊、そうですね、ぜひはい、お持ちいただければと思います、はい、そうすると病気のことであったり人生の悩みであったり、はい、ともかく神経の流れを整えさえすると、はい、もういろんなことが好転していくわけじゃないですか。そうなんですよ、これが劇的に変わってくる、はい、皆さん本当に、はい、ぜひですね、神経の流れを良くしていただきたいと思っているわけです。そうですね、ぜひその本、それに役立てていただける本になりました。あのホームページの方でもご紹介させていただきたいと思いますので、はい、ぜひありがとうございます。この情報をご覧になられた方はお手元にお持ちいただきたいですね。ぜひ皆さん、お先生満面の意味ですね。ぜひ皆さん了解いたしました。させてください、はい、そして今日なんですけど、はい、私の知人から、うん、まあ、質問というか、そうですね、私自身がですね、はい、ちょっと彼女にアドバイスを先生からいただけたらなと思ってるんですよ、はい、どういったことでしょう、はい、50代半ばも後半に差し掛かる女性なんですけれども、はい、独身なんですよ。ええ、はい、そしてですね、はい、お仕事が、うん、まあ、あのいろいろと、なんて言ったらいいんですか、あの派遣のお仕事とか、はい、定職ではなく転々としている状況なんですね、はい、で手に職があるというところまでは行っていないので、はい、当然もう50代過ぎてから仕事自体も減ってしまって、うんうん、人生の先行きが不安になってきて、うん、なるほど、そこへ持ってきてですね、うんうん、死っていうものがやっぱり、あ、死ぬということ、はい、はい、あの親御さんが亡くなられたりとか、はい、身近なことが亡くなるとやっぱりショックを感じるじゃないですか、はい、で、まあ、人生の折り返しっていうのを過ぎて自分の死っていうものもこうだいぶこう実感できるようになってきてしまって恐怖心を持ち始めてしまってるんですよ、はい、そういうことですね、はい、いや死ぬのが怖い、はい、これから先の人生も怖い、なるほど、先生がよくおっしゃる不安恐怖っていう部分に随分やられちゃってる感じがするんですね、なのでこの彼女に何かいいアドバイスがないかしらと思って、はい、いかがでしょうか。はい、わかりました。では今日はですね、はい、とっておきのお答えをできると思います。いたしましょう、はい、私が医師という立場でありますゆえ、死というものは非常に身近にいつも感じております。一般のご職業でも身近ですよね、はい、病院勤務してた時ももちろんですが、はい、今ではですね、全国各地より死を間近に迎える状態の人っていうのがたくさん私のところには見えます。そうですね、そういったね、あの死に恐れてる人もたくさん見えます、はい、ですからぜひいいお話ができるんじゃないでしょうか。今日はお願いいたします。それとですね、死ということを振り返ると一つどうしても皆さんにお話ししときたいことがまず最初に一つあります、はい、これはですね、私がちょうどアメリカから日本に帰る約8年前の頃のことです、はいはい、約半年ぐらいの期間、ちょうどアメリカから日本に帰るということを決意して実際に帰るという、はい、その半年ぐらいの期間に私の人生で最も大切だと感じていた3人の人間を立て続けに亡くしたんです、はい、死んでしまったわけです。そんなわずかな期間がいるんですか、うん、こんなことってあるんだろうかと本当に私はね思った、はい、ショックを受けた時期だったんです。身近な方がお一人亡くなられるだけでもショックを受けるのに、はい、うん、お三方、何か意味があったんですね。これはですね、はい、まず一人目は私の大学の医学部時代の大親友、私の結婚式で友人代表スピーチをしてくれた男、はい、ほぼ同年代ですね。ですからね、彼が、まあ、胸の癌で亡くなって、はい、そしてほとんど同じ時期に
私が日本でカイロプラクティックのセミナー、新しい医療のセミナーを日本で広めようと、そのきっかけを一緒に作っていただいた私のこれからの仕事のパートナーになると私が信じていた人間、私の2歳ぐらい上の人間です、これが、がまたこれ肝臓のがんで亡くなりまして、でも8年前のことですか、お若いですよね。はい、そしてですね、もう一人、これは私の父なんです。あら、親父です。父が腎臓がんのいわゆる、まあ、進行期末期の状態が見つかって、私がアメリカにいる時にですね、で帰っていた時にはちょうどお葬式の時期だった、間に合わなかったという3つの死がありまして、3つのそのね、人を亡くすという経験をいたしまして、これもまさに最も重要だった人間が立て続けにこんな短い時間に、なぜだろうと私はね、考えさせられちゃいますよね。考えた、非常に悲しく思った時期なんですね。その時期に死というものをやっぱり考え直したという経験もありますし、日々患者さんの中で死というものを非常に身近に感じているという立場からですね、死ということをぜひアドバイスしたいと思います、死というものを正しく捉えることは正しく生きることに直結つながります。ですから正しく生きることと同等かそれ以上に死を正しく理解する、死をなんとかこういい意味で捉えるというのはすごくこれからの人間の生き方にとって重要になってくると思います。ですから今日は力を込めてお話しします。はい、お願いします。まあ、実際のところ死ってやっぱり分からないことだけに怖かったりとか、怖いんですね。やっぱり身近な人間が亡くなれば、それは寂しいことだし悲しいことだしっていう、そういうことです。良くないことって分からないじゃないですか。で不安恐怖でいっぱいなんです、実際ね、死をこう何か感じている人間とか、不安恐怖でいっぱいです、だから生き延びたい生き延びたい、死にたくないと思うんです、で周りにいる家族周囲の人間も知らせたくない、生かしたいと思います、ここが大きな落とし穴になります。よろしいですか、今の医療、現代医療が大きく踏み違えているところ、そこはね、長生きがいいことだと思わせてるんですね。そうですね、とにかく抗がん剤とかね、要するに何か薬を浴びせて、要するに少しでも長生きさせようと、もしくはですね、チューブ、点滴をつないでスパゲティのようになってですね、そして食べれない人に無理やり栄養を入れてですね、とにかく生かせよう、長生きさせようと、家族もそれが正しいことだと思って思ってますよね。1分でも1秒でもって思うのが、これがですね、大きくその人間の死に方を狂わせています。そういう人間というのは私が見てきた通りなんですが、ところでいくと苦しみながら死にます。家族も苦しみます。家族も悲しんで見守ることになります。見とること、だからこれ正しくない方法です。つまり死というのはですね、正しく捉えないとダメなんです。私がいつも魂の医療と言ってる通り、私は人間を体とか心だけのレベルじゃなく魂のレベルで見ています。魂のレベルでいくと人間は何のために生きているかということになるわけですが、人間は自分のエネルギーを上げて振動数を上げてよりよく生きるために今の人生を行っていると捉えるべきなんですね。そうすると今の病気も人生の悩みも自分で選択しているものだということが見えてきます、宇宙のルール法則は自分で選択したことしか実際に自分で経験しないわけです。病気も人生の困難も同じです、ということでいくとですね、なぜ病気を選択するかというと自分がよりよく生きる大事なことを学ぶため気づくためなんです、病気は必要な要素なんです。そうするとね、病気は自分で選んだものなんだから、病気を受け入れて、そしてですね、その病気から学んだり病気から自分の楽しみを得て生きていくことが必要なんですね、そうすることが大事なんです。このスタンスの上に大事なのはですね、皆さん死をこう皆さん感じてしまう、人から言われてしまうと不安恐怖いっぱいになります、これが狂わせます、でですですね、死というのは苦しいことじゃないです、悲しいことじゃないです、新しい扉を
開いて、よりよく、より楽に楽しく生きれる世界に飛び出すステップなんです。これが本当の私は宇宙のルール、真実だと考えています。私が提唱する神経の流れを良くすることで、はい、不安恐怖がなくなっていき、病気を受け入れられるようになります、はい、そうすると余計な薬はしない、余計な点滴チューブも入れない、はい、自然に自分を受け入れて、これでいいんだ、病気でいいんだ、病気であっても自分はこれで人生を全うできるんだというような考えになってきます、はい、そうするとですね、穏やかに死を迎えることができる。これが重要。穏やかに死ぬ、うんうん、穏やかに死ぬということは元気に生きる以上に重要なんですね。私の患者さんはですね、皆さん家族がいつも後から言われます、はい、先生のおかげで穏やかに死を迎えることができました、はい、苦しまずに死んでいきました。これが重要なんです。だからですね、死というのは怖がるものじゃありません、はい、私はむしろ楽しみなことではないかと、それぐらいのことを言っています。新しい世界に行くためののワンステップに過ぎない、はい、体をなくすことはより自由になれることです、はい、だから苦しまずにその転機を迎えたらいいわけです、そこをやりこなせばいいんです、はい、そのためにはですね、死というものは悪いものではない、余計なことをせず自然に自分を受け入れる、はい、そして神経の流れを良くしていけば、死というものが非常に自分にとって穏やかな、はい、いい時になると思います。そうですね、はい、実際生まれ変わりとか、はいはい、死んで次の世界があるということを否定する方たちもまだまだたくさんいらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、でもそこの部分をあるものだって理解してしまえば、うん、本当に先生が今おっしゃるようにステップの一つっていうふうに多分切り替えていけるんじゃないかと思いますので、人間は魂ですから永遠なんです、はい、そうですね、始まりも終わりもない存在してるだけなんです、はい、存在の形態が変わるだけです、死を迎えて、はい、そうですね、それが重要です。さなぎが蝶々になるような感じですね。これは宗教でも何でもありません、はい、人間の真実、真理です。よくわかりました、はい、このことを聞いていただきたら、はい、まあ、私の知人も そしてこの放送を聞いている方も元気が出るでしょう。元気が出ること間違いなしだと思います、はい、先生今日も本当に素晴らしいお話をありがとうございました、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。